いよいよスタートしました2022年。今年の干支はそうご覧の通り虎ですよね。そこで今日は県内にさまざまある虎を探してまいりました。虎の小物から洋服、そしてお料理まで虎のあれこれご紹介します、はい、鋭い眼光に勇ましい体、今にも飛び出してきそうな虎が描かれているのはそう手ぬぐいです。1748年創業の老舗染物店藤岡染工場。温めた染料を生地に注ぎながら染める、昔ながらの注ぎ染めという技法を使い、一枚一枚丁寧に手ぬぐいを作っています。店内にずらりと並ぶ手ぬぐいはおよそ70種類。毎年干支にちなんだ手ぬぐいを製作し販売しているんです。この力強い虎をデザインしたのは片堀市の阿部さやさん。虎の太い足には地をしっかり足につけて安定した状態を表すっていう縁起があるそうで、鋭い眼光には災いを追い払ってくれるという意味があって、それをイメージしてデザインしました。虎のように力強く健康な一年にしていただけたらなと思います。ところ変わって生活雑貨の専門店新潟ロフトに並ぶのは2022年のカレンダー。その数およそ1000種類。色鮮やかな七福神や貯金箱としても使えるものなど、1年間毎日生活に寄り添ってくれるカレンダーの中にありました、今年の干支虎デザインのカレンダーです。壁掛けタイプや卓上タイプなどその種類は様々。干支でこう変えていきたいっていう方には人気があるかなとは思いますので、真ん中に虎の文字が大きく鎮座するこちらのカレンダーをめくってみると、12ヶ月すべてのページに凛々しい虎のイラストと虎の文字を使った熟語が描かれたデザインが。このカレンダーをめくっていただいて、楽しい気持ちになって気分も新たに1年過ごしていただければいいなと思います。続いてはトラグルメを一つ。つけ麺に特化した話題のラーメン店猫まん。お店の名前にもあるように店内には猫の置物がたくさん。一番人気の猫つけ麺をはじめ、ピリ辛の麻婆つけ麺などつけ麺だけで8種類ものメニューがあり、お客さんの9割がつけ麺を頼むほどの人気ぶり。お店のご主人桑野さんが手掛けた新しいつけ麺がこちら。その名も虎猫つけ麺です。2022年が虎年っていうことなので、虎はもうほとんど猫だなっていう感じがする。猫マンとしてはやっぱり虎年何かしたかった。地場産のネギで作った香ばしい揚げネギをつけ麺にトッピング、虎の模様になるように丁寧に盛り付けます。動物と魚介を組み合わせたダブルスープに麺を絡めていただく一品です。コロナでね、いろいろこうちょっと疲れてる世の中だと思うので、ネタっぽい商品でクスッと笑っていただけたらと思うんですけど。お次の虎はこちら。突然ですがここでクイズです。この虎は一体何のために使う虎なのか、うん、堀さん分かりますか？これアドバルーンみたいにしてあげる、なんかビニールっぽいからあげるんですか？答えはこちら。畑に置いて鳥や獣を防ぐ、そういう目的で作られてます。商品名は鳥獣撃退タイガーです。この商品を販売するのは三条市にあるプラスワイズ。農業用品をはじめさまざまな資材を通信販売している会社です。2019年頃から販売してるんですけど、ものすごく売れ行きが高い商品で
多くの農家さんですとか家庭菜園の方が買われてますね。畑に吊るした虎が揺れ動く姿に鳥やイノシシなどが驚き、作物を守ってくれる道具なんです。農家さんたちに使っていただいて、いろんな作物作りにトライしていただけたらなと思っております。続いては洋服店で虎探し。新発田市にあるジーンズショップヤンキー。看板商品のジーンズをはじめ、豊富な品揃えのアロハシャツが人気のお店。そしてこちらでも虎を見つけましたよ。今だとこういうスカジャンがいいですかね。背中一面に虎の刺繍が施されているスカジャンは20代から60代まで幅広く人気があり、最近では女性からの注文も増えたといいます。オーナーの大沼さんが20年間愛用するスカジャンにも真っ赤なトラが。かっこいい。年取った人が着たりするとまたね、かっこいいんですよね。決まるというか。さらにアロハシャツコーナーにもトラを発見。じゃーん。100トラという名のアロハシャツ。まるでトラが100匹いるようなデザインが特徴的。史上最高のアロハと言われているアロハなんで、これがきっかけで和柄のアロハがみんなに広まっていったかなっていうぐらいのアロハです。これは貴重なデザインのため残念ながらこちらは非売品。気になる方には100トラデザインの T シャツがおすすめです。最後は見附市の商店街で営む老舗のお茶屋さん。こちらのお店で見つけたのは地域の民芸品である今町ベト人形。新作は江戸とだるまを組み合わせた江戸だるまです。材料は新潟弁でいうベト、いわゆる粘土。ベト人形を作るのは藤田久子さん76歳。コロナできたでしょ、2年間ね。だから虎さんのだるまさんがコロナを追い払ってくれるようにと、そういう願いを込めて作りました。ベト人形は明治から終戦直後まで作られていた郷土の人形。久子さんは今から13年前、戦後から半世紀以上途絶えていたこの伝統文化を独学で学び復活させました。これも一個ずつ書いてるもんだからさ、眉もいろんな眉ができます。型を取ってから乾燥、色付けまでおよそ5日間かけて作られた江戸だるまには諸子貫徹の文字が。コロナが収束してまた日本の世の中がまた初めに帰って、で頑張って成し遂げていかれるようにというね、そういう思いを込めてこの字を選びました。お部屋に飾ってあるとみんなが和みますので、そういう風の人形になればいいなと思って、なるべくほっこりした人形を心がけています。